して教えて台湾のリンです。今日から新しくメンバーに入りました。今後はイクさんとユンさんと一緒に教えて台湾をさらに盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。私は高校までが日本の学校に通っていまして、大学から台湾の方の大学に進学しました。で、卒業しまして今も台湾に住んでおります。今台湾に住んで7年目ですね。自分が最初に来るときはこんなに長く住むと思っていなかったので、今自分自身でとてもびっくりしています。台湾で私が住んだことある都市が3つあります。1つ目が台湾の首都にあたる台北です。2つ目が新竹というところでございまして、そこが桃園空港の下にある地域になります。3つ目が台南というところでして、ここが非常に台湾の南部の方にある地域になります。で、その3つの地域の中で私が選ぶ一番好きな都市ですね。難しいんですけれども、選ぶとしたら台南が私は一番好きです。理由としては2つありまして、1つ目が食べ物が安くて美味しいです。台南は本当にいろんな台湾料理であったりとか、あと海外のパスタであったりとかハンバーガーであったりとかっていうお店もたくさんあります。最近台南で特に人気なのが、古民家をリノベーションしておしゃれにしてカフェにしてるようなお店がたくさんあります。なので女性の方にも台南はとても楽しめると思います。で、台南が好きな理由の2つ目が台南の天気がとってもいいことです。北部に住んでみると分かるかと思うんですけれども、北部は本当に冬でも夏でも雨が多くてジメジメしています。ただ台南の方は本当に天気がいつも良くて青空がよく見えます。あと台南は冬の期間がとっても短くてあまり寒くならないので、冬が苦手な方もとってもおすすめです。皆さんが好きな台湾の都市もぜひコメント欄で教えてください。続いて私の趣味、好きなことについてです。まず一つ目が旅行です。本当に旅行が好きなので台湾のいろんな場所に行ってます。で、二つ目がバイクに乗ることです。バイクに私普段から乗っているんですけれども、台湾で免許は取得しました。で、それは台南の方で取得したんですけれども、台南は交通の便があまり良くなくてですね、バスは30分に1本ぐらいで、地下鉄もないので、私は最初の頃自転車で結構いろんなところに行ってました。ただ自転車での移動って暑いですし、体力的にも疲れます。あとやっぱり自転車で行ける距離限られてまして、あまり遠いところには行けないです。なので、まあ、自然な流れでバイクの免許を取得しようかなというふうに言いました。バイクの免許を取得してから本当にいろいろ行けるところが増えてですね、友達と休みの日には山の方へ行ったりとか、あと隣の都市の方へ遊びに行ったりとかもしていました。で、バイクの運転にだんだん慣れてきたところでですね、なんと大型バイクの免許も取得しました。ただ大型バイクの免許って日本ってすごい難しいっていう私はイメージなんですけれども、台湾はそこまで難しくはないです。なんと7日間で取れちゃいます。まず最初の6日間で毎日同じ時間1時間試験のコースがあるんですけれども、そこを走ります。で、最後の7日目にその試験を実際にちゃんと走れるかっていう試験をします。で、その試験に合格したら晴れて免許が取得できます。本当に台湾は大型免許の難易度が高くないので、ぜひ機会がありましたら皆さん台湾での大型免許の取得いかがでしょうか。あと車の免許、そちらも台湾で取得しました。理由としては台湾の自動車の免許は日本に比べるとかなり安く取得できます。私は南部の方で取得したので特別かなり安い方ではあるんですけれども、1万元しないぐらいですね。北部の方ですと大体1万5000元くらいにはなると思います。で、その台湾の免許って日本に持って行って日本の免許にも交換できるのですごく便利だと思います。ただ台湾の教習所の値段が安いっていうのはやっぱり安いことには理由がありましてですね、教習所に本当によって違うんですけれども、私の行ってた教習所の車は本当にボロボロでした。私は夏休みの期間に免許を取得したんですけれども、車にエアコンがついていませんでした。このぐらいちっちゃい扇風機が運転席の前
とあと後ろの方ですね、こうついてまして、それでなんとかしてたんですけれども、来る風が音符なのでもう本当にちょっときつかったですね。なのでもし値段を抑えて車の免許を取りたいという方は台湾で取ってみるのもおすすめだと思います。あと台湾らしいこととしては、最近ダイビングライセンスを取得しました。その取得した経緯としてはですね、去年の夏に昇竜宮という台湾の離島に行きました。その昇竜宮の位置なんですけれども、南の方ですね、高雄のさらにもう一つ下にあるピンドンという地域があるんですけれども、そちらの港から船で20分ぐらい乗りますと昇竜宮に着きます。その時はダイビングはできなかったのでスノーケリングをしたんですけれども、潜ってみるとたくさんウミガメが見えまして、本当にすごく感動しまして、次はスノーケリングではなくてもっと海に潜って間近でウミガメを見たいなと思いまして、今年ダイビングライセンスを取得しました。なのでまだまだ初心者ではあるんですけれども、今後も台湾のいろんな海に潜って見てみたいなと思っています。あと私は食べることも大好きです。台湾には本当にいろんな美味しい食べ物がたくさんあるので、こちらは今後皆さんにいろいろ共有できたらなと思います。で、台湾に来てから特に好きになった食べ物としてはフルーツですね。本当に台湾は南国のフルーツがたくさんあるのでとても楽しいです。私のおすすめのフルーツ3つありまして、1つ目はマンゴーです。台湾のマンゴーってすごく有名だとは思うんですけれども、実は何百種類ってあるんです。新作も毎年出てまして、すごい数のマンゴーが実は台湾にあります。なのでたまにスーパーとかに行くと全然今まで見たことないようなマンゴーがあったりとかします。2つ目がパイナップルです。台湾のパイナップルの生産地が南の方がとても有名でして、南のパイナップルはとっても美味しいです。甘みと酸味がマッチしてていくらでも食べられちゃいます。で、3つ目がライチですね。日本でもライチは食べられるかとは思うんですけれども、基本的に日本のライチは冷凍物が多いです。冷凍物だとやっぱりちょっと味が違いまして、台湾で食べれるのは生のライチになります。やっぱり生のライチをぜひ皆さんに食べてもらいたいです。なのでもし台湾に来ることがございましたら、こちら3つのフルーツぜひチェックしてみてください。はい、ここまで私の簡単な自己紹介と台湾についての情報をちょこっとお話ししていきました。今後とも様々な台湾のことでしたりとか、あと皆さんに役立つような情報をお届けできたらと思います。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。